ブルーに見えましたが、品川区から来た、白浜と申します。質問はですね、アベノミクスは大失敗だと思っているんですが、それをどこの新聞もどこのテレビも認めない、そういう評論家はいますけれども、で結局アベノミクス大失敗じゃねえかということを、言って、財務省も NHK もみんな土下座させてくださいって、お願いなんですけれども、そんなところです。以上。ちょっと待ってください。ありがとうございます。アベノミクスが失敗だったと言われるどの部分が失敗だとあなたはお感じになられてますか？と、金融かな。金融でも、具体的に説明はできないんですけれども、それをちょっと聞いてみたかったということですね。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。今の円安はアベノミクスの、ある意味で何でしょうね、副作用だみたいなこと言われますけれども、はっきり言って間違いです。はい、ごめんなさいね。事実関係そうじゃないんです。だったらもっと早くに円安になってるはずなんですよ。何年経ちますか？そもそもアベノミクスって何でしたか？私は安倍さんの、政治、安倍さんが行ってきた政治に対して批判する立場でおりました。ずっとです。参議院に6年いました。今も参議院議員なんですけど、2期目なんですよ。1期目の6年の参議院では総理大臣がずっと安倍さんだった、ほぼね。だからこの間ずっと安倍さんに対する政治に対して批判をしてきたけれども、経済政策に関しては一定認める部分がありました。安倍さんという名前を聞いて全てが悪いというふうに置き換えられるっていうのは、ちょっと私健全じゃないと思ってるんです。いい部分もあるだろうし、悪い部分もあるだろう、これ当然のことなんですね。で、経済政策をこれ 100% 褒められるかっつったら褒められません。アベノミクスと言われるものは何なのかっていうんですけど、安倍さん独自のものではないんですよ、皆さん。なので安倍さんに対して批判的な人たちはアベノミクスっていうその響きだけで嫌がるんです。でも違う、中身を見ないと。話戻りますね。じゃあアベノミクスって何なんですか？先ほど言った通り、経済が停滞した時に先進国、その中でも先進国のみならず自国の通貨を発行できる権利を持っている、力を持っている、国債発行ができるっていうような状況であるならば、当たり前にやる政策なんですよ。経済政策の当たり前を言ってるだけのことなんです。アベノミクスって何ですか？ごめんなさいね。じゃあ経済政策の当たり前って何なんだってとこから簡単に説明します。令和新選組代表山本太郎と申します。不況、経済不況、どんな状態を経済不況と呼びますか？皆さん頭の中にイメージしてください。小学生でも分かるように言いますね。世の中に回っているお金が減り続けている、この状態を不況と言います。十分じゃなければ当然給料として出るお金もないわけだし、お金が回らなければ話にならないわけですね。社会に回るお金が少ないという状態が不況、これですね。じゃあこんな時には何ができますかってことなんですけれど、国が経済政策として足りていないお金を継ぎ足していくことができるんです。例えば公共事業、仕事として国が発注をし、仕事を作り出し、お金を届けていくってことですね。それ以外にも政府調達、政府が必要としているさまざまな物品に対して国が買い上げていく。パトカーは車いるよね。例えばいろんな会議があるけれども、そこで使われる鉛筆1本、これも政府調達で買えるんですよ。それだけじゃない、オフィス家具、さまざまなもの、いろんなものを、国内製品を買い上げていくことだってできるんです。景気が悪い時に国が何ができますか？仕事を作り出すこと。それだけじゃない、減税、他にも給付金、さまざまな形で社会に回っていないお金を増やしていくってことができる、この当たり前の経済政策、これがアベノミクス第2の矢に本当は入るはずだったんです。第1の矢何ですか？第1の矢、異次元の金融緩和、お金の量を増やそうぜ。第2の矢は機動的な財政出動、足りていないところにお金を出していこう。第3の矢はどうでもいい、はっきり言ってずれすぎてるから。規制改革的な話、景気が悪い時に規制改革なんてやっちゃダメなんですよ。話戻します。第1の矢と第2の矢がメイン。アベノミクスの失敗と言われた時に何が失敗だったか、今円安になってるんじゃないかっていうのは、はっきり言ったらずれた議論。そうじゃない、アベノミクスの失敗は第1の矢は
しっかりとやったけれども、第二の矢、一番重要な30年の経済の疲弊を終わらせるような大胆な底上げ、減税、給付金、さまざまなこと、それをやらなかったんですよ。矢さえ飛んでない。飛んだとしても刺さるのは、その矢が刺さるのはお得意様、経団連とか自分たちの票、金につながるようなものにしか矢を飛ばしてなかったってこと。結果どうなりましたか。アベノミクス、金融緩和をやって財政出動をやったけれども、景気がそこまで良くなってないじゃないか。当たり前じゃないですか。第二の矢が足りてない上に消費税増税までやっちゃってるんですよ。消費税増税って何かって、社会に回ってないお金をさらにそこから間引く行為なんですよ。だからやっちゃダメなんですね。なので、まあ、よくなんだろうな、アベノミクスの失敗だ、この円安はとかっていう話だけども、そうじゃない、その話じゃない。だったらもっと前にどうして円安になってないんだよって、おかしいでしょ。紛れもなく今の円安のもともと一番大きな部分は日米の金利差なんですよ。血を這うような金利が低い、ゼロ金利みたいなことをずっと来てるのが日本。どうしてゼロ金利付近をずっと来てるかって言ったら、お金借りたい人が借りやすいようにするためなんですよね。でもそこだけやってもしょうがないんです。世の中にこれは需要がなければお金もこれ借りたいって人出てこないんですよ。世の中で物が売れないのに俺は投資するぞ、今1店舗やってる店を2店舗に増やすぞとか、人をもっと雇うぞとか、工場の機械入れ替えるぞとか、新しく工場を作るぞなんて人そう多くないんですよ。お金を借りやすくしたとしても需要自体が喚起されていなければそこにお金流れていかないから。だから安倍さんの失敗は何だったかって言ったら、第二の矢をしっかりと放たなかったこと、そして消費税を増税してしまったこと、これは財務省に対して借りがあるからしょうがないんですよ。彼の場合覚えてますか、森友学園。自分の嫁が学校経営者と仲良くて、で国民の財産の国有地をただ同然で差し上げちゃったってやつ、結果どうなりましたかってことなんですけど、そのさまざま総理に忖度するためにいろんな公文書が改ざんされて、最終的には財務省の職員、地方財務省の職員が命を絶ってしまったんですよ。その背景に総理大臣がいた、もしくはそういった改ざんに関して総理のご意向みたいなものがあったってことになったら、もうこれ崩壊ですからね。そうなったとしたら財務省に対する借りを返すっていうことでは消費税の増税は決行する以外なかった、そういうことですね。でもそんなこと皆さんに関係ないですよね。はっきり言ってより景気が悪くなる、そういうようなことを引き換えにされてしまったっていうことですね。なのでアベノミクスの失敗は何だったかって聞かれると、消費税の30年の不況を終わらせられるだけの力があったはずなのに、そこに対してちゃんと財政出動していかなかった、そういうことだと思います。